デレク、バッパスターリングは、アメリカ合衆国カンザス州ジョンソン軍、ガードナー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のカンザスシティロイヤルズ参加所属。ガードナーエドガートン高等学校時代は、野球の他に、フットボールやバスケットボールでも活躍しており、ネブラスカ大学からは、野球とフットボールの小学生として、誘いを受けていた。また、 高校時代のチームメイトにジョン・ミーンズがいる。2011年の MLB ドラフト一巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、高卒選手としては破格の契約金750万ドルで、プロ入り。2012年、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、バーリントンロイヤルズで、プロデビュー。53試合に出場して打率。275、10本類打、33打点。 10盗塁を記録した。2013年は A 級歴シントンレジェンズでプレーし、125試合に出場して打率、241、13本塁打、63打点、22投塁を記録した。2014年は A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、132試合に出場して打率、218、9本塁打、54打点、 17盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2015年は AAQ ウィルミントンと AAQ ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレイし、2球団合計で103試合に出場して打率。269、12本塁打、44打点、6盗塁を記録した。オフには2年連続でアリゾナフォールリーグに参加し、 サプライズサグアロスに所属した。11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。2016年は、A 級ノースウエストアーカンソーとトリプル A 級、オマハストームチェイサーズでプレイし、2球団合計で109試合に出場して打率。八十三七本塁打四十打点、十一盗塁を記録した。二千十七年は、 トリプル A 級オマハでプレーし、80試合に出場して、打率。248,7本塁打、70打点、5盗塁を記録した。2018年は、パイオニアリーグのルーキー級アイダホフォールズチューカーズ、AA 級、ノースウエストアーカンソー、トリプル A 級オマハでプレーし、3球団合計で20試合に出場して打率。296,4本塁打、11打点。 1投類を記録した。オフの11月30日にノンテンダー FA となったが12月17日にマイナー契約で再契約した。2019年マイナーではトリプル A 級オマハでプレイし72試合に出場して打率3 1十7本類三38打点9投類を記録した。七月十一日にメジャー契約を結んで アクティブロースター入りすると、翌12日のデトロイトタイガース戦にて、7番、中堅守で、先発出場して、メジャーデビュー。この年メジャーでは56試合に出場して打率、215、4本類打、12打点、2投塁を記録した。2020年オフの12月2日にノンテンダー、FA となったが、11日に、 ロイヤルズとマイナー契約で再契約を結んで2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。